さて、七夕も近い、そして夏休みも近いということで、子供たちにもぜひ関心持ってもらいたいと、今日はあ宇宙、中でもこの後半は宇宙開発について、えー、今日も、えー、古川元久さんと一緒に、えー、しっかりとお話を進めてまいります、えー。衆議院の古川さん、引き続きよろしくお願いします。い,ますいやー、それにしても本当にあの、話が尽きない前半でしたけれども、<laughs> 後半は、えええー、いわゆる今度は、まあ、 天文学から宇宙開発、うんはい、これ、テクノロジーやそれからあと宇宙飛行士になりたいんだっていう方も含めてのお話になるかと思うんですが、うん、まず現状ですね、日本の宇宙開発って、今、後どうなりそうですか。あのですね、まあ、今、うど転換期にあるんだと思うんですね、<お>まああの実は今、えー、どこの国もやっぱり宇宙にものすごく力を入れてて。うん 特にねやっぱり中国あたりはものすごく今宇宙にねお金とかけてすごいんですよもうだから中国なんか独自の宇宙ステーションを作ろうとしてるしそれこそ月の裏側までもう宇宙船を飛ばしてるんですね。で今実はですねもうその月の資源を実際にもう,こう活用しようなんていう言葉で。 始まりだしてて<ー>あの、まあ、これまで日本のね宇宙開発っていうのはあのそれこそ、えー、糸川先生のペンシルロケットからね、はい、まあそういう中からあの非常にこう限られた予算の中で頑張ってきてまたそういう中でですねあの、まあ、アメリカなんかともねあるいはヨーロッパなんかとも連携してっていうことで国際協調の中で。 進めてきてきますけども、ええ、あの一方でね予算がやっぱり相当限られてて、うん、でまあ宇宙開発の中にはです、ねえー、それはやぶさのようないわゆる探査系みたいなものとそして、準、えー、天頂衛星その GPS なんかに使われるような、うん、あるいはあの気象衛星のひまわりとかね、うん、そういうこう。うん 実用のそういう役に立つっていうものとですね、えー、まあ両方あってですね、あのー、どちらかというと今ここのところはですね限られた予算の中でっていうので,で実用のそういう役に立つもののところにウェイトが置かれてきたんですよね。 しかしあの、一方でですね、先ほど申し上げたように、中国あたりとかね、えー、月まで資源まで活用しようとか、こういう、そういう意図もあっての、こう、月探査とかなんかも進んでいる中でですね、まあ、アメリカ辺りも、今、アルティメス計画って言ってですね、月に基地を作ってっていうような、月にもね、そういうことまで行こうというふうになってきてですね。 やっぱり宇宙の開発のステージがもう一段今上がってきているですからやっぱりそこに合わせていくということはねやっぱり日本も大事なことじゃないかと思いますねやはりこれまで日本はある意味安全第一で、うん、あの自前の有人飛行にはあまりこう関心を払ってこなかった経緯もあると思うんですけどもどうもこれからはそうじゃないようですね。 まあね、それこそ今やねあの前澤さんじゃないですけど、ええ、あの一般人も宇宙に行こうみたいな時代になってるんですね。うんうん、しかそういう中でね、ええ、実は非常に私今の日本の宇宙政策で問題だと思ってるのは、うんうん、実は宇宙飛行士っていうのはですね、はい、これはあのいわゆる一般の職業じゃないんですね。うん、これはあくまで弱のの中の、うん いわば役職みたいなものなんですよ、まあ、部長みたいねというか宇宙飛行士っていう役職なんです、はい、でこれはですねあのこの宇宙飛行士っていうのはそういった意味では JAXA、うん、が必要な宇宙飛行士をですね採用して養成をして育てるということをしなきゃいけないんですけどもここもう10年以上ですね新しい宇宙飛行士は一人も採用されてないんですそうですよね あの花ばしくこうこういった方たちが宇宙飛行士にや敗れましたっていうのは最近ニュースで見てないですしで記者会見があるとあのいわゆるまあベテランの方というか経験者の方ですとかあ今度何度目かなとかいう方が結構出てら来ちゃいますね、えー、あのこれね実はなぜそうなっているかというと、うん、もうまだでも宇宙行ってない宇宙飛行士もいるんですよもちろんではい、えー、すもうね、はい、でねもう今いる宇宙飛行士で、えー 今ある日本の友人、ダンサーのですねああ、えー、計画だと、もうこれ以上必要ないっていうので、新たな宇宙飛行士をですね、ええ、採用もしてないし、要請もしてないんです。ええー、じゃあ今、募集してないってことですよね。そうなんです。だからね、ね、えー、それこそ宇宙兄弟とかね、ええで、宇宙飛行士になりたい子どもってた,たくさんいると思うんですけども、ええ、なりたいと思って、うん、なろうと思ってもですね、うん 日本ででは宇宙飛行士になれなれいんです、うん、じゃあといってね、うん、じゃあ NASA の宇宙飛行士でなれるかっていうと、うん、実はやっぱり宇宙っていうのはですね、うん、まあ安全保障とものすごく関係深いので、うん、その国の国籍のない人は宇宙飛行士にはできないんです。ですから NASA の宇宙飛行士になりたいと思ったらアメリカ人になるしかないんです。 で、ロシアもそうです。だから、どこの国もですね、うん、自国の国民じゃない限りは、うん、宇宙飛行士にしないっていう状況なので、うん、ですから、今のままだと日本人はですね、うん、宇宙飛行士になれないんですね。うん、有意識問題ですこれは本当、あんまりみんな知らないんですけども、でね、で私はね、実は私は大臣の時には、うん、だから、まあ、そういう問題に気がついてたんで、うんうん、あの、当時、アメリカのオバマ大統領が、はい 火星探査を友人の探査をしよう,うん、うん、ということを言ってたもんですからね。ねええ、日本もアメリカと一緒にこの友人の火星探査参加するということをやるべきだということを言ってたんです。うんうん、でそれはなぜかといったらですね、うん、やっぱり友人探査をやると、うん、続けるということをしっかり決めることによってですね、やっぱり宇宙飛行士を育て,育てなきゃいけないとで、宇宙飛行士っていうのはやっぱり養成するのに結構な時間かかるんですよね。そうで,しょうで お金もかかるんです、これね。で、やっぱり毎年毎年、何ヶ月間は特別な訓練を受けないとですね、うん、受け続けないと宇宙飛行士ではいられないんです。ですから、やっぱりあのそういう意味ではね、ちゃんと有人探査のね、うん、そういう計画もきちんと乗っかってですね、うんうん、だからそこに向けて、新たな宇宙飛行士をやっぱり定期的にですね、採用して、養成をしていくと。うん やっぱりそういうサイクルを作るっていうことがね、うん、あの実は宇宙に関心を持つ子どもたちの夢をつなぐ意味の大事だとうい,いやそうですよだとあの<ー>私もそのボランティアでその天文の官房会を、うん、星の官房会をやった時も<え>やっぱりこの中から一人でもいいから。 その宇宙に関わるでもしその宇宙飛行士でもなったら嬉しいなって本当に思ってましたから、うん、えで募集は次は今のところ予定もないんですかまだないはずだと思いますあら、えー、だからやっぱりねあの今は ISS っていうですね、はい、国際宇宙ステーションうん、うん、まあそこに行く人のでうん、うん、まだ今うつ度も行ってない人もいるのでうん、うん、やっぱりこういう人たちが優先的になるので やっぱ新たにですね、だから例えば月に友人で送るとかやっぱそういう計画がきちんとできてそして新しい宇宙飛行士を要請しなきゃいけないという状況が作らないとですね今 JAXA は新しい人を採用しない状況なんですねですから本当にねこのあの実は宇宙にかかる人というのは例えばはやぶさのです、ね、最初のはやぶさのプロデュースマネージャーだった川口さんの中で、ね もともと川口さんも最初は宇宙飛行士になりたいと思ったらしい。は<ー>そのきっかけでやっぱり宇宙に関心を持ったらまずは宇宙飛行士になりたいと思う。うん、でも宇宙飛行士はやっぱりハードル高いんで、うん、体力とね。うん、で別の形で宇宙に関わる。なるだから実はねそういった意味ではやっぱり宇宙飛行士になれる道があるということは、うん、その宇宙に関わるいろんな人たちをねその広くこう リクルートしてくるっていうか、やっぱそのためにもね、大事なことなんですね。そうですね。えー、あの自分たちの世代に近い人がやっぱり宇宙飛行士になるということで、また周りも盛り上がったりもするでしょうしね。えー、もちろん今頑張っていらっしゃる方はもそれなりにしっかりと頑張っていらっしゃると思うんですけど、こう繋いでいくということが。うん ああ、意外と、ちょっと、えっていう感じなところがある、ね。そうなんですね。だから、もしね、うん、いや、日本人は宇宙飛行士になれないんです。なんていうことが、なっちゃったら。うんうん、ね、宇宙を目指す人が。がぐ、うん、<laughs> ンと、やっぱ、少なくなっちゃうと思うんですよね。うん、ええー。 まあ、まあ、その一方でこうまあお金を持っていらっしゃる方が、うん、あの海外のあの宇宙ロケットツアーかなんかにお金を払って行ってしまうというようななんか変な逆転現象が出てくるかもしれ、ね、まあねあの確かにねあの宇宙に一般の人でも行きやすいような状況は出てくるかもしれません。しかしやっぱり宇宙に関わるってなると、うん、それはこうお客さんじゃなくてねやっぱりしっかりねその宇宙に、うん 仕事としてかかっていく人ってやっぱり作っていかなきゃいけないんですね。で宇宙はそういうやっぱ探査みたいなね、はいえー、すぐにはこう生活に役に立たないと思われる部分をようなこともあるんですけどもしかし同時にすごく生活に密着してるあるいはこう我々のですよ暮らしを大きく変えるようなこともですね、はい、宇宙開発が進む中であの開発されていることもあるんですよね。 これ、スペースブランケットっていうので、<う>これなんかアルミ箔みたいなやつなんですけどね。中、ええ、毛布。そう,そうです、そうです。で、これ一枚あおると、本当にもうあったかいんですよ。ええー。あの、まあ、完全にこうね、ええー、あの、熱をこう閉じ込めるんでね。薄い、これは金属製の。ええ、だと思います。<ー>で、例えばですね、こういうのは、うん、 あの避難所とかなんかだったらね毛布なんかだとかさばるけど,もなるほどこういうのだったらねいつでも持ってなんかの時にね避難とかそれは万が一用にですよこれ一枚持ってればそれでこう寒さやをしのげたりするわけですよね。だこんなののやっぱりこう宇宙開発の中で あの作られててきた製品でフィードバックしだからあの、うん、宇宙用にこう作られたものとかがフィードバックしてね私たちの暮らしに役立ってる部分もたくさんあるんですね。ですからそういった意味でもねやっぱり宇宙に関わる人たちをやっぱり継続してあの育っていくと。うんうん、でその原点は私やっぱりね宇宙飛行士 なれるっていうやっぱ宇宙飛行士という夢があるっていうことだと思うんですよねそれとあの今、こう普通に皆さんが携帯を持ってらっしゃいますけども、ね、かつての携帯っていうのは、まあ、いわゆるそのこうガチャッとする電話ですけど、はい、あそれもやっぱりこう基本はやっぱり衛星中継電話でしたもんね。それからあとその今、皆さんたちが非常に関わってるその地図ですね、スマホで。ね 普通にこうみんなそれを見ながらこう道に迷わず行けるのもちゃんと人工衛星が機能してくれてるからですよね。ね天気予報も正確なものが出せるのもひまわりがちゃんと動いてくれてるからですよね。そうなんだ、あのポツンと一軒家なんていうであのあ<ー>、えー、番組ができるのも、それは Google 発言だら要するに <laughs> 宇宙から映してる。<laughs> あれがなかったらあの番組はできませんよ。確かに。 そういうところで、まあ私たちがこう本当にあの知らず知らずになくてはならない存在になっている、<ー>そういうものを日本が実は得意とする分野でもあるので、<ー>引き続きしっかりと人類に貢献していくチャンスでもあるわけですよね。そうなんですね。うん、本当にね、やっぱり宇宙っていうのはそういった意味で実用的にもそうだし、うん、まあそれに同時にね、やっぱりこう宇宙を探査をするっていうことは、うん どこかで私たちのオリジンを探すみたいなこともありまた同時にそよくねそ川口さんなんかも「私は絶対宇宙人信じてます」って言うんですよ。あわかりまそれはね、うん、あこの宇宙広い宇宙の中に知的生命体が我々しかいないなんてことはありえないはずだと。うん、だからやっぱりそこの,こと、ね、その宇宙の探査とかやって、ね、いつかどこかでそういうところをつながると。うん いうことのが自分たちは一人ぼっちじゃないということにもなっていくんだと思うんですね。すねええー、私たちはこう地上で生活していることが多いので、普段その地球が丸いなんていう実感もあんまりないですし、うん、<laughs> からあとあの、えー、実際にそのさまざまな災害が今多いから初めてやっぱりあ、自然って大事なんだとか。ああ えー、そういうものをおろそく環境問題をおろそかにしていたら大変なことになるんだっていうなのがやっぱり少しずつでもこう広がりを見せてくる、えー、そのためにもあの宇宙開発っていうのはあの私たちが危機的状況に陥らないためにもこれ大事なことでもあるし、うん、もちろんその日々の生活を支えていくう仕事というのも政治の役割の中で一番大事な部分かもしれませんがかといってそこの宇宙開発の部分も やはりおろろそかにでできないところはあるわけですね、うんまあ、特にねこれもねやっぱりそういった意味で言うと、うん、やっぱ安全保障面でもですねやっぱり宇宙は極めて大事っていうかい、うんえー、わばですね私はこれ仮にもし、うん、今世界で戦争が起きるとすると、うん、特に大国間で起きるとするとですね、うん、最初でに戦場になるのはどこかといったら、うん、宇宙空間とサイバー空間ですよ。 で宇宙っていうのはですね、えーあのー、それこそ弾道ミサイルなんでも、あれみんな衛星の GPS で飛んでいくわけですよね。ですから、要するに衛星が全部そういうのが、軍事衛星なんかも、これ撃ち落とされちゃったりしたら、なくなったら、どんな、ね、ミサイルとかなんかもほとんど機能しないわけですよ。 つまり、ああ、衛星がちゃんと動いてって、初めて機能する。ですから、そういった意味では、実はこの宇宙っていうのはね、それこそアメリカも宇宙軍を作り、うんでまあ、日本の自衛隊もね、宇宙自衛隊、映、はいえー、ともできましたけども、やっぱりこの安全保障上もですね、うん、きちんとちゃんと宇宙がね、うん やっぱそこのところを守っていくっていうことがないとですねそこのところでね最初にこうやられてしまうとおもう本当に、えー、どんなにねいろんな兵器をあの用意してたって <laughs> えか、ー、な持ち崩されになっちゃってですね何でも意味がなくなってしまうとだからやっぱサイバー空間と同時にですねやっぱこのいかにこう安全保障の観点からも っ宇宙を守っていくかなとですからちょうどね私が大臣だった時に、うん、あの中国がですね、はい、あのもう不要になった衛星をですね、うん、宇宙空間で他の衛星がレーザー光線で破壊するっていうことがあったんですあありましたね。えー、でこれはですね極めてそういう宇宙そのまさに今の話で言うと、うん、あの将来のですよ、うん、その何かあった時に、うん、えー 相手の衛星をレーザーで撃ち落とせるっていうことの、うん、そういう実験にもなってしまったわけですね、はい、で一方でこのことによって、まあ、宇宙の問題でもう一つは今デブリの問題ってなってね,ねゴミもねごですごくその時にゴミ増えたんですが、はい、やっぱりですねそういった意味で宇宙が開発と同時に、えー、そういう,こう安全保障のです、ね、前線にもなってる、うん、うだからまああの我が国はね専守防衛という形で国を守っていく、うん、まあそういう意味でのこう安全保障っていう意味でも、うん やっぱり宇宙というのは非常にに大事なな空間になっているんです今月というものがあるから、うん、今地球人も存在してるんだという説もありますよね、うん、あの月が地球の周りを回ってくれる29日かけて回ってくれるおかげで、ねえー、海があ本当にち引きが生まれそ,<う>それがいい感じでこう海が撹拌されたので えー、生命体がどん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 進化していったと、えー、それがまあ私たちの祖先先祖にもないるとでそんなその大切な月はやっぱりみんなのもので,んであんまり分取り合戦とか、えー、してほしくないですよねただからね、はい、今そういうね動きもありますからやっぱり日本はね、うんうん、やっぱりこう平和的にみんなでためにね、うんうん、やっぱり宇宙空間っていうのはやっぱり利用していくとでまあ先ほどね あの小川さんから地球は丸いって話ありましたけどねあのかつて宇宙船地球号っていう言葉があったと思うんですけどね、えー、で私あのこの宇宙担当大臣やって宇宙教団でねこの中にですね宇宙飛行士を養育するあの教育するプログラムがあるんですけども。うん これは徹底的に極限的な状況をわざと作ってでもそこを乗り越えていくという形にするんですね、うん、でなぜそういうことをやるかっ言ったらこの宇宙センターは閉ざされた社会なので,、うん、で外からの助けがないから全てそこで起きた問題はそこにいる人間で協力し合って解決しないとダメなんですなるほどだから誰かがサボるとかあるいは協力しなかったら全員死んじゃう だから全員生き残れるか全員死ぬかのどっちかなんですね。だからあの私、ねうん、かあって宇宙飛行士だった毛利さんなんかにも話を聞いた時にも、えー、その宇宙飛行士にはリーダーもフォロワーもないと。つまりある時は誰もがリーダーであなるほどある時は誰もがフォロワーになると常にその時々でリーダー、うん、フォロワーが入れ替わって、うんうん みんなで協力して課題を克服していくんだと。でそれでミッションを、ね、達成するんだって話を聞いたんですけどねそれ聞いた時にですねそれをこうね地球というものを宇宙船に例えてみたらこの宇宙船地球号に乗ってる人類はね実はこの小さな宇宙船の中で全ての問題を解決しなきゃいけない。 えー、宇宙飛行士のクルーとと同じじゃないかとだからね対立し合っていがみ合って、ね、じゃあそれでどちらかだけ生き残ってどちらかをこう抹殺できるかって言ったらそんなことやっぱできないんですよその時でで全部死んじゃうんですよねだからみんなが協力し合って初めていろんな問題が解決できるんだっていうのは実はこの宇宙船の世界を見ればだから我々が暮らしてる地球っていうのはそういう意味で言うと この宇宙船をちょっと大きくした大宇宙の中から見たらこんなちっぽきな地球なんですからねやっぱりそういうね宇宙を考えるっていうのは私たちが暮らしているこの地球考えることにもつながるんじゃないかと思うんですねいやおっしゃるとおりですねその辺をこれから先 えー、もうお世界の大きなテーマとして、えー、もう考えていかないと、うん、だからねやっぱ宇宙のね開発をこう世界を進めていくときには、うん、やっぱりそれがねその自分たちが軍事的な優位を獲得するためとか、うん、そういう分取りとかったんじゃなくて、うんうん、やっぱりこうみんなが生き残っていくため、うんえね、そしてみんなが抱えてる問題を解決するために一緒になって 宇宙の開発とか、うん、あるいは探査しようっていうですね、まあ、まさにこの宇宙の開発で国際的なやっぱ協力のね体制を作っていくということが、うん、実はやっぱこう地球のいろんな問題もね、うん、一緒に考えていこうよっていういそういう契機になるんじゃないかなと私は思うんですねや。やっぱり宇宙開発だとどうしても外向きですけれども、うん、実は先ほどのお話のようにいわゆる 最終的には、私たちのの地上の暮らしが豊かになっていくっていくとうことですよね,ねだからあの災害も減るであろう、そして農作物もきちんと取れるであろう、でそういうことも宇宙からのさまざまな視点があるいは開発の歴史が、えー、そうしている、ただ残念なことに今あ、地球環境保護については若干宇宙開発とはこう違うところの状況にもあると。ね だからね温暖化の問題でもね、うん、これ例えば宇宙で太陽光発電っていうのがあって、ええええ、こういうのが本当に実現したらやっぱ太陽光のね、うんえー、エネルギーをそのまま電気に変えて地上にこう電磁波みたいなのを送って発電するっていう、うん、もう今日本も研究してるんですね、ええ、でこういうことが実現すると本当にもう化石燃料なんか頼らなくてもそうです、ね、全ての必要な電気を まさに太陽光宇宙での太陽光発電で賄えるというそういう時代もね、うん、来るかもしれないです。まあね、我々こう人類が直面しているこの大きな問題を解決するという意味でもね、うん、みんなで協力してそういうい宇宙太陽光発電みたいなねそういうことの開発に力を尽くすということも大事だし、まあ、そういうのの先頭に日本が立っていったらいいと思うんですね。 そしてあの、まあ、ちょっぴりですよ、うん、宇宙開発の中での,その花形ともいえるその宇宙飛行士を今、募集していないという現実は、ちょっぴり、うん、あの残念だと思う方もいるかもしれませんけれど、うん、でもこれ、諦めずに夢を持ち続けることによって、いつか必ず募集は再開するる、ね、だからこれはね、あのー、ねちゃんと友人の計画を作ればいいんです、うんうん、ちゃんと参加するということに決めて、だから今、超党派のね、 古賀さんにも入っていただいている議連でも話して,て、うんはいて宇宙計画の中にですね、うん、それやっぱ有人探査、うん、それをしっかり続けていこうとでこれをやっぱり続ければ、うん、当然、有人探査をするためには宇宙飛行士必要ですから、うん、新しい宇宙飛行士を採用しようということになってくるので、うんうん、まさにこれはね宇宙飛行士の夢を子どもたちに与えられるかどうかは我々、政治が決断をするしなきゃいけないそういう話だと思っています。 いやーもうあの宇宙飛行士の,あのお話だけでも、うん、これもう正直この時間いっぱいいっぱいになってしまいました <laughs>、はいえー、また機会がありましたら、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、とにかくあの宇宙飛行士それから宇宙開発というのはおそらくこの21世紀の中で絶対に必要なものでしょうからそう,、えー、そういうことのさらなる進化や それから夢を叶えるためのお手伝いを引き続きできればいいなと思っております。で今日は衆議院議員の古川元久さんをお迎えしまして、いろいろと宇宙開発のお話を伺いましたありがとうございました。ありがとうございました。